ダーレミ、ダルーレミとは、イギリスの競争馬である。主な勝ち倉は2009年のプリティポリーステイクス、ヨークシャーオークス、2010年のドバイシーマクラシック。2戦目の品馬限定未勝利戦で勝ち上がり、重賞3着を2回挟んで、準重賞のプランテーションスタッドステイクスで2勝目を上げた。続く、ミネルバ賞で重賞初勝利すると、 G1 のヨークシャー・オークスに出走、ラッシュラッシーズの2着と構想する。その後のベルメイユ勝ではザルカバの2着、続いてロアイア流勝に出走し3着となった。4歳になった2009年は G3 のミドルトン・ステークスから始動し金差の2着となった。プリティ・ポリー・ステークスでは昨年のオークスは、 ルックヒアとヨークシャーオークスはラッシュラッシーズが出走していたが3番人気からビーチバニーを担当させし G1 競争初勝利を挙げた。続くヨークシャーオークスでは AI オークスはサリスカを3、4馬身そもそもへ G1 競争に連勝とした。続くベルメイユ賞では無敗の3歳品馬スタセリタとの対戦となり 先に抜け出したスタセリタをゴール前で短手サカーして1位入選も直線で5位入選のソベラニアの進路を妨害したとして5着に降着となった。10月4日の外戦門賞ではシーザースターズの5着に敗れたがヒンバでは再戦着を果たした。その後アメリカに遠征し11月7日のブリーダーズカップターフに出走コンデュイットの3着に入った。 2010年の初戦に選んだドバイシーマクラシックでは日本代表のブエナビスタの追撃を封じ優勝した。その後7月3日のエクリプスステークスに2番人気で出走したがトゥワイスオーバーの4着に敗れた。その後引退が発表された。繁殖品馬としてはドバウィとの間に2018年エーセントレジャー2着のラーティダー。 同年のデューハーストステークスなどを制したトゥーダーンホットを生んでいる。両馬の前弟となる2017年生まれのボバは2018年のタタソールズオクトーバーイヤリングセールで同年の最高値となる約480万ドルで落札されている。ありがとうございます。